はい、ハンマ家の本家の本物貴族のハンマ岩尾先生です。ですね、まずね、人間と私と生物が違うという、生まれは、ね、同じなんだけども、前のビデオをちょっと見てください。でね、人間は非常に下等生物なんですね。で、今日肉食生物で、私と全然違うわけですね、あの生き方がね。で知能がね、学校勉強義務教育でもカンニングで卒業してるんですね、テレパシーでね。で、上の生物、私の場合は一人で覚えてるんだけど全部ね、そこの大きな差があるんです。だから人間の学問をでねはみんな700年後に分かるとかいう感じで全部一生を終えます。見るものもね、この地球で見るものも意味的に700年後に分かるという感じで、ね、動いてる。でそれで全部ね一生を終えます。私の場合は大体全部自分で見てね、分析して動けるんだけど、人間の場合は団体で分析するし、画像でも全部人間仲間同士とテレパシーで頭を合わせてね、じゃないと行動取れません。知能がとても低い生物ですね。でだから単なる強肉食生物ですね。盗みが仕事です。簡単に言って肉をね、道具を使って肉を、ね、食うというのが専門、つまり盗みですね。全て盗みで生きるのが人間が専門なんですね。それ以外はしません。だからいいことを話しても全部嘘ですね。でそういう人間たちと私がこういうことを言って悪口ではないわけですね。で、その生物の違いで、ちゃんと教えないと人間たちも困るんで、こういう話して怒って人間が私にね言ってくることはないわけですね。人間にもプラスになるわけですね。嘘じゃないんでね、悪口じゃなくてね話してますから、人間に対してね、人間というのはそういう生物だということをちゃんと正しく教えて、で人間たち分かんない、人間たちはそう言ったってね多少は通じますからね、大勢で団体でやっと700年後に分かるかなというようなことでも伝えれば分かるわけですね。完全には分かりませんけどね、全部そうですから。で人間っていうのはそういう生物ね、下等生物なんですよね。で月額のね給料っていうのは100円もないんですね。マイナスなんですね。単なる今日は肉食生物、盗みが専門ですから、それ以外はしませんからね、一生ね。全部盗みしかやんないんですよ。で、あとぶっ壊しですね。盗みだからぶっ壊しかないですね。地球ぶっ壊して いくわけですね。で、それをね、上の生物、私が壊さないようにね、生きれる環境を育てたものですかね、私がね、本物貴族の私だけで作ったものですから、太陽も地球も生き物ですけども、生きてるんですけれども、人間よりかは利口なんですけれどもね、独立してるわけでもないんですけどね、私の手助けなければ生きることできません。そういうねに、地球や太陽を破壊する生物は人間 100% ですから、ね、それを抑えないといけないわけですね。でそれを抑えなければ人間も死にますからね。ね、私が抑えて人間を処分することは人間も文句言わないわけです。
で、それをよく知っていただきたいね。で、人間だけでは単なる強肉食生物ですからね。荒らすだけでね、仕事はできないんですね。プラスになる仕事はないんですね。で、そういう生物だからものすごく少ない人数になってくれると助かるんですけども、人間はそれは生きていけないですね。だ、それはまあ宇宙裁判の方でね、今裁判中ですね。どうするか、人間の処置をどうするかっていうことですね。ノアの箱舟とかいうのはね、仮想的に人間を壊してね、知識を、私の知識を伝えたんですね。ということでね、実際はこういうことなんですね。だからそれは自然に起きたことで実際やってないんですね。で、処分はしてないんです。地球にね、隕石が起こってきたとかね、そういうことですね。自然環境のね、宇宙環境の、事故ですね。ということをよく知っていただきたい。私が言うことは実際にやんないといけないことなんですね。前に話したように私というのは SF 映画出てくるスターゲートでいうね、映画はありますでしょ。それで石棺という生き返られる、死んでも生き返られる装置があって、ね、そこに入ると生き返ることができる完璧な医療装置があるわけですね。で、それと同じように私は昔そういうものを発明して作ったんです。で、一人だけ